イギリスのジョンソン政権は、閣僚や政府高官が来月1日以降、EU ・ヨーロッパ連合に関連する会合のうち、重要と判断したものだけに出席すると発表しました。10月末の離脱実施への強い決意を示す狙いがありそうですが、イギリスの新聞ガーディアンが愚かと批判する EU 外交官の声などを伝えました。ミャンマーやバングラデシュなどから今年4月に日本語学校への入学を希望した外国人への留学在留資格の交付率が審査厳格化により去年に比べ急低下したことが日本語学校が作る団体の調査で明らかになりました。日本列島の地震の危険度を色分けして示し、国や自治体の防災計画の基本に全国地震動予測地図を視覚障害の人にも分かりやすく作り直すことが決まりました。アメリカの交流サイト大手 Facebook は20日、外部サイトやアプリから集めた利用者の使用情報を広告で活用するのを制限できる新しい機能を発表しました。